はい、どうも、コミです。さて本日もね、ヤマモンズさんから動画一本お送りしていきたいというふうに思うんですけども、今回の攻撃っていうのは、比較的新しいアタックですね。タウンホール12からなんですが、ジョーカーさんがね、あとジョニーさんかなが、以前、YouTube で海外でこの戦術流行ってますよって言ってね、上げてくれた、バッドスラップっていう戦術ですかね。これですね、ネクロマンサーを大量に流し込んでからのコウモリってやつですね。で、この戦術ってね、本当にまあ使えるようになると強いんですけども、大変プレイヤースキルを要する戦術なんですよね。決まったルートをあらかじめ読み切って流すというよりは、その場その場の臨機応変な判断によって最後全開まで持っていくっていう、そういう難しさがあるんですよ。なので、あらかじめね、決めたルートを流すこと以上が難しいよっていう方には少しおすすめはできないんですけども、しっかりね、その場その場の判断ができるレベルの方にはこんなに強い戦術はもしかしたらないかもしれないっていうぐらい強いので、ちょっとね、見てもらいたいというふうに思います。で、クイヒーからの大量のネクロで一気に前線を作り上げて、範囲攻撃施設を完封しながらコウモリで刺していくと、まあ、いう戦術ですね。まあ、なので、クイヒーからのね、ネクロラッシュで壊すべきポイントっていうのは、まず範囲攻撃施設ですね。これはもう処理しなければどうしようもないので、まあ、なるべく多く処理できるルートを選ぶと、まあ後のコウモリパートがやりやすく当然なりますね。で、次、気をつけたいのは、防衛援軍ですね。この防衛援軍をね、処理できていないと、当然コウモリが防衛援軍うっかりね、ドラゴンとかペピドラが来ちゃった場合には、まあっという間に全部潰されちゃいますんで、これもね、しっかりと、クイヒーを絡めた、ネクロパートで、処理しておきたいというポイントですね。で、この辺がね、もう処理できてしまえば、あとは相当コウモリがいい感じの仕事をしてくれます。今ね、見てもらって分かる通り、一斉にこうネクロを出していきましたね。2次面、3次面ぐらいかな。もうスケルトンの数が尋常じゃないで、尋常じゃないんですけども、これね、ちょっとね、まあ人によっては意見が違うかもしれませんが、私が思うのは、ネクロのね、今回のレベルアップによって、一番の恩恵っていうのはスケルトンの数ではないと思うんですよ。ネクロ本体の体力と、攻撃力の増加、これだと思うんですよね。で、それをね、象徴するシーンっていうのが今ここに映ってるんですよね。しっかりね、ネクロがタウンホール、まあ、ギガテスラを潰してくれてるんですけども、ちょっとね、まあそういう細かいところはもう一回この動画流しますんで、2周目で見ていきましょう。で、このタイミングでコウモリを放っていきますね。もう、下半分っていうのは、中央に入ったネクロたちと、下を流れたネクロたちによって潰されてますんで、あとは、上の区画をね、コウモリで潰していくんですが、まあ、当然マルチとかね、ウィストっていうのはコウモリ天敵なんで、しっかりこうフリーズでね、凍らせながら、コウモリを最後刺していくという格好で、もう大量のね、気持ち悪いぐらいのコウモリとスケルトンが残ってですね、見てください、このユニットの数、何これというレベルですよね。タウンホール10位のほぼ完走ですよ、相手にもかかわらずここまでユニットが残ってくると、まあいうね、これがやっぱりバットスラップ戦術の、まあ強さを物語るシーンかなというふうに思うんですけども、ちょっとね、細かいところに何点か、注目しながらね、もう一回見ていきたいというふうに思います。で、まずプランニングですね。プランニングというか、まあ、戦術に関してはもうバットスラップって決めてるんでしょうけど、クイヒーをここから出してますね。で、サイドカットをしてないところを見ると、おそらくね、クイヒーがどっちに流れてもまあいいやということで、臨機応変にこれも対応するつもりだったんだというふうに思いますね。で、呪文に関しては、コウモリ7の、フリーズが3、あとレイジが1ですんで、このね、相手のアーチャークイーンと貸しちゃうところっていうのはもうどうしようもないですね。ここでレイジを使うわけにはいかないんで、もう花から、クロークで切り抜けようというふうに決めてたというふうに思いますね。で、今ね、時計回りに、クイーンが流れましたけども、もしこれ反時計だったら、まあ、この辺のね、ところからバスターを突っ込ましたんだろうなというふうに思います。で、これ、時計回りにしっかり回ったね、アーチャークイーンを見てから、
バーバリアンキングはもう完全にサイドカットに使ってますね。でサイドカットに使いながら後ろからネクロを少し出して、ババキンをサポートしながらカットをしつつ、中央からね一気にネクロが突入できるような格好を作ってますね。で、思惑通りネクロマンサーが、中心部にこう向かっていくと、このフィストのタイミングもうまいですね。これフィスト使ってなかったら大量のネクロが一気にね下半分に流れちゃったかもしれないんで、ここでフィストを使って、サイドカットを早めたっていうのはすごいあのナイス判断というふうに思いますね。でちょっと注目したいのはこの中心です。まあ、外側にこう流れたねこうネクロボーラーもいい仕事をするんですが、まず援軍で持ってきたアイゴレ、これがまずいい仕事をしますね。やっぱりねスケルトンを生成するこのネクロマンサーダメージはあんまり与えたくないので、アイゴレを使ってねもう敵の防衛施設を特に範囲攻撃を貫通しますね。で今見てもらってたかもしれないんですけども、ネクロマンサーがねギガテスラを魔法を連発して折ってましたよね。これがすごいんですよね。当然フリーズを使ってサポートはしたものの、全然ねそのギガテスラの攻撃でも断氷感から持ちこたえるじゃないですか。で持ちこたえながら集団で遠距離攻撃をかましてギガテスラを折っていってしまうっていうね、これができるようになったことによって、このバッドスラップ戦術っていうのがこの中央に入ったネクロの伸び、これが生まれるようになりますね。で最終的にはこうねコウモリで、刺していってるんですけども、このコウモリ今回ね7個かな呪文持ってってましたけども、もしかしたらね5個ぐらいでもいいのかもしれないですね、相手の配置によっては。この見ての通りネクロマンサーが大量にこう残ってるじゃないですか。残ってるので要するにネクロがもうすでに強いんですよ。ネクロパートに使った呪文って正味ポイズンとレイジ1個とフリーズ1個ですよね。こんだけの呪文でほぼほぼ全ての施設をネクロ部隊が壊してくれちゃってるわけですよね。でじゃあどこにコンボに使うのっていうと、まあ、ネクロが少しね、進軍しきれないポイント、少しこう離れ小島みたいに残っちゃった防衛施設、ここをねコウモリで潰していくっていうのが、まあすごいいい使い方かなと思っていて、コウモリっていわゆるその裏ホグとか裏バルみたいな形で使うんですけども、ユニット枠を当然消費しないで、防衛施設を壊せる、まあそういう呪文なので、今みたいなねパターンでいくとネクロを大量に持ってきてもう数の力で、主力の、ユニット部隊は押していく、でちょっと余っちゃったところを、コウモリで潰すというねことで、もう全そのユニットの最大化を図るっていうのかな、いう形でね一気に数で押していくっていうのがこの戦術のいいところですね。まあ、なのでもしかしたらねコウモリを5個にしてそんなにねたくさんの防衛施設を壊してくれっていう風に思わないんだったら5個にしておいてジャンプをね1個持っていったりすると、ネクロマンサーだったりスケルトンが足止めを食らわずにねどんどん進軍できるので、まあね、そういう方法っていうのもこのバッドスラップ戦術のね一個の考え方としてやってもいい方法なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、というところでね、本当にまあレベルの高い攻めが山本さんいっぱい出ますんでね、また、動画こちらからお送りしていきたいというふうに思いますんで、今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。